もう結構ガチで冬の感じで、もう足とかは全部枯れ、紅葉もし、気温も、まあ、まだ今年は結構あったかいですけど、もう多分昼の最高気温でも今日で15、6度で、来週とかになったらもう多分昼でも一桁っていう感じの時期です。だからまあギリギリ晩秋と呼べるのは今週ぐらいで最後かなっていうぐらいの時期です。で、結構なかなかこう魚を釣るのは難しいかなっていう感じなんで、こう最近こうボートに乗り始めることが多くて、まあ、ボートだったら当然魚探がついてて、まあ、そこそこって言っても10万円以下ぐらいの魚探でもすごい性能がいいんで、もう魚がいるかどうかなんて一目瞭然なわけじゃないですか。いるのかどうかもう分かるっていうのがすごくモチベーションだなと思って、たとえこうそこの状況が分かっても、まあ、フィッシュマークとかもあるんでしょうけど、完全にこう魚がいるかいないかっていうのは分からないんで、もうアクションカーも投げて沈めたろうと、そこの状況ってどんな感じなのか、魚が映ることがあるのか、やってみたいと思います。中国製の格安アクションカム、これでなんとか一応撮れてるはずなんで、この角度で投げてみたいと思います。めっちゃ重いですよこれ。どんなビッグベイトより重い。余裕で4オンスぐらいあります全部で。このカメラだけだと一応浮くんで、だから1オンスのシンカー下につけて、まあ、道底なんでシンカーこうダウンショットみたいにして10センチぐらいリーダー取って、カメラがあって下に1オンスのシンカー、まあ、糸は30ポンドで、サイドワインダーサイドワインダーもまあカメラ投げる用のサウではないですけど、僕の手持ちだとこれぐらいでしか多分投げられないんで、で寝がかりしたらどんなビッグウェイトをなくしたよりも金銭的ダメージがでかいんで、町池公園とか水がきれいなところでやると効果がありそうですね。今度ちょっと行ってやってみましょう。もっと真冬になったら水もきれいになるし、なんていうかこう本当に釣れない時期になってくるんで、魚がいるかいないかっていうのをよりこう見たくなってくるんで、どうせ行っても釣れないんで、撮れ高的にも上げる動画がなくなってくるんで、まあちょうどいいっすわ。だんだんカメラ投げるの上手くなってきた。どうでもいい能力が伸びていきますね。これ変なことやってると引くのも多分結構上手くなってると思う。そこをちゃんと引けてると思う。移動してきてビッグベイト投げてみたいと思います。で人が全然いないからもう釣れてないですね。そういうことだと思います。バイタか、ここに。そこ巻いてたらゴン。
冬はこんな感じですね。他なんかライトリュードは一通りそういうのやっても釣れないけど、ビッグベイト出したら釣れた。すげえ。これでカメラ投げる手間がなくなった。毎年冬はこんな感じですね。なんかシャッターとかダウンショットとかじっくりやっても釣れないけど、こういう、ビッグベイトとかちょっと変わったルアーでやると一本出るっていう。ゆっくりそこ巻いてたらゴンゴンって。42サンスね、言います。すげえな。もうめっちゃ冷たいですよ、冬のバスで。こういうのはもう一発出たらでかいからやめられないんですよね。でもう何もいないんじゃないかなって思ってて、実際そういう釣れるルアー、変わったルアーを投げてみたら出るっていう。まだいる。でかで、結構手前に隠れるんですよね、こういう。ここで逃がす。ありがとう。このゾーイシンキングなんですけど、1メートル沈むのにどうだろう、6、7秒かかる感じなんで。でまあ針がむき出しだし、3つぐらいトレブレークがついてるんで、こうそんなになんか底をこうずるずると引けるようなルアーではないと思うんですけど、ただそれでもここはそこになんかこう針に引っかかるような沈み物、例えば木とかそういうのがないんで、だから根がかる心配っていうのはほとんどないんで、そこをこう切るか切らないかぐらいで、こうロッドがそこだとしたら、この辺をこうブルブルゆっくりこう引いてきて、でそこに当たったらちょっと浮かしてっていうのを繰り返してたら、こんぐいってすごいこう重く強く引っ張った感じでしたね。これ何にも反応しないのに、こういうちょっと誰も他の人が使わないような変わった大きめのルアーを使うと、なんか ああいういいのが反応するんですよね。なんかもうワームとか、なんかもうなんだろう、それこそもうメタルバイブとか、そういう定番もの全然反応しなくて、そういうやつでもなんか口使ってくるんですよね。いやこんなんなんか散々ワームとかチャターとか投げて反応ないからもういないのかなとか思うじゃないですか。でこういう釣れそうにないようなルアーをこうふと投げてみると、なんかもう全然いないだろうなと思ったとこからいいやつが湧いてきたりするんですよね。それをこう改めてなんていうか実感できた一匹でした。よかった。一匹でも出ると結構こう集中力も続くもので、なかなかもう皆さん帰られて、ヘラ釣りのおっちゃんもバサーも誰一人やってないですけど、4時15分ぐらいですね。日暮れがだいたい4時半ぐらいなんで、もう太陽も沈みかかってます。誰も釣れてないと思うな今日バスは。でも釣り方次第ですよね本当に。僕も今日はたまたま出ましたけど、出ないことも当然ある多いんで、分かりますけど、ライトリーグメタルとかそういうのは誰でもやるんで、冬だな、ちょっとこういう外して見るっていうのもありかなと思います。で僕の場合は冬にビッグベイトとかこうスローに巻いたり
して釣れるっていうのは分かってるんで、まあ、こういうのをやるんですけど、これは別に他の人にとってはなんか例えばロングワームとかなんかそういうのでも釣れると思うんで、そういうなんか人がやらないちょっとシルエットの大きいルアーとかそういうのやると人が釣れない中でも釣れたりすることもあるかなっていうふうに思いますね。夕焼けがめっちゃ綺麗です。今日は11月22日なんで3連休の中日ですけど、 GoTo トラベル、 GoTo イート中止みたいなことを今日朝ニュースやってましたけどね、なんだかなって感じですよね。なんだかなっていうのは、それが原因でコロナが、まあね、それだけが原因ではないと思いますけど、それが原因の一つでコロナがこう収束しないっていうのはあると思いますし、まあ、確かにその旅行業、飲食業の人が大変っていうのはよくわかるんですけど、でも GoTo をしたからってそんなに救われるかって言うたらそんなこともないと思うし、で反面結構僕 GoTo イートは使ってなかったですけど、 GoTo トラベルでいろんな遠征行った時にホテル利用して周辺で使えるなんていうか1000円とか2000円とかのチケットもらえるじゃないですか。それでまあ居酒屋行ったりしたこともあったんで、なんか自分も含めてちょっと責任を感じたりとか、まあそこまでこうものすごくこう自粛をしていたわけではないんで、若干でも、まあ、僕はコロナかかってないですけどちょっと反省するとこはあったりしますね。なんかもうこの冬はもう本格的にまた去年と同じように巣ごもり生活が始まるのかもしれないですね。もしかしたらそんなことを考えました。今日はあんだけ感染拡大の原因 GoTo 関係ないとか第3波とは考えてないとか言うといて、ほんとコロッと変わりますよね。なんなのかな、信念ってものはないのかと思いますよ。政治家ももう周りのわけわからんやつらの話を聞いてもう両手両足縛られてるぐらいの感覚で政治やってんでしょうから、まあ正しいことができないっていうのは当然わかるんですけど、今日はそんな一日でした。そんなことを考えた一日でした。ありがとうございました。ではまた。